設定できない。あれ、あ、来た。文ちゃん結婚しててありがとう。ヘコさん、ボクさん、レナさん、ライカさん、ミズさん、ユウキ、エレメンツさん、カズくん、アンコロモチさん、マムマムママさん、おはようございます。遠藤さん、ミルカン、ミミさん、黒髪さん、マルオさん、モモメロディーちゃん、ナリポンさん、マチさん、おはようございます。ヤッホー。アッキー、ハルくんパパさん、おはよう。歌ってもらいたい、歌いたい。何歌おうかな、何歌おうかな何もね、歌いたいだけ。レトロ生写真ゲットしたい。お、届いた。うちにも届きましたよ。インスタではあげたんだけど、うちのパパがね買ってくれて、これは違うわ、これか、あ、違う、なんかね、ちょ、これじゃない、レトロ、レトロ、これだ。届きました。一番上サーラちゃんになってるわ。ブンチュー、カズポン、ミーフィー、おはよう。テツさんレベル目出た人はね、ひめりちゃんが2枚と、私が1枚と、ニクルンとひなたまと、さあちゃんと、あとりっちゃん、12312999人出たはず。12345678、あとこっちにいるのかな、すーちゃんとかも出た気がします。あ、9人じゃない7人、8人です。昨日のカラオケは何歌ったの。昨日はね、合唱曲歌いました。昨日は昨日はふるさととコスモスなんかね、これサイン書いてパパにプレゼントするので、そう、メンバーの特権だよね、メンバーにサイン書いてもらえる。でね、で2セット届いたんですよ、家に2セット届いて、りちゃんのサインが当たりました。すごくない？2セットだよ、2セット。びっくりしたもん、サインあると思って。ちゃんとほら、ちゃんと裏書いてある。ほら、すごくない？びっくりしたもん、2セットでサインで書いてね、すごいよね、びっくりした、マジで。でも私の元に届くよりファンの元に届いた方が良かったかもしれない、ファンの方の元に皆さんの元に届いた方が。あ、自主練、あ、自主練の方、自主練はね、あれ、チコハニメドレーでした。ずっと世界の終わりさんとチコハニとヨルシカさんと西野カナさんをね歌った気がします。もうチコハニの曲全部歌うのが私好きで、もう最初から最後までもう全部通すみたいなのが好きなんですよ。ね、引き強いってすごいよね、びっくりしちゃった。よしえかさん、おはよう。何書いてあったかな、なんか「もぐもぐタイム」って書いてあります。かわっち、チコハニーさんの曲全部歌えるから全部歌っちゃいたいぐらいの。ってことで、じゃあなんか歌おっか。何にしようか、誰のやつにしよう、西野カナさんにしようか。じゃあ、ついてないみたい。あれれ。
西野カナさんを歌いたいと思います。あ、うんうん、一分一秒今この瞬間も世界のどこかで誰かがきっと恋に落ちてく、結ばれてゆく、たった一人の運命の人と。かっこよくて爽やかで私よりも背が高くて笑顔が素敵で、ああキリがない理想、結局は好きになった人がタイプ、そういうもんでしょ。それでも昔から好きな人には好かれないし、いいなと思った人は恋人ているから。ナリパさん音符ありがとう。やっぱり優しい人がいい、もちろんそれはそうだけど、優しいだけじゃ、ああ俺についてこいと言われても黙ってはついていけないし、これってわがままかな。中身が大事だって、初対面じゃわからないし、勢いも大事だって、妥協もできないわ。もしも運命の人がいるのなら、占いでは昨日のはずだけど、明日か明後日か来年かな、いつかあなたが迎えに来てくれる、その日まで待っているから。マー君、プッチー、おはよう。メリークリスマスね。ジゴミさん、レベオメ。1分1秒、今この瞬間も運命のその時に近づいてる、夢を見ている、いつかあなたとたった知ら、私ならずっとここにいるよ、そろそろ待ちくたびれる頃、風の噂ではまた誰かが運命の人に出会ったみたい、あなたが迎えに来てくれる。
り。待てないわ。もしも運命の人がいるのならという曲でした。ハルくんパパさん、レベオメ、アスニコ、おはようございます。みっちゃん、はじめまして、はじめまして。ゆうきさん、おはよう。そしてツッチー、レインボースター、ありがとね。てつさん、おはよう。やっほーやっほー、あ、パチパチたくさんありがとう。しゅうさん、おはようございます。相変わらず朝から可愛い。今日カラコンつけてないの今日ね、そう、今日は何もない日なのでカラコンをつけませんでした。気づいた？ディープコンパクトさん、おはよう。歌いやすいわ。クリスマスだからクリスマスソングでも歌おうか。クリスマスソング、クリスマスソング、バックナンバーさんクリスマスソングは、あった。あ、レトロ2枚もハルリン来てくれたって、すごい。え、私の元に1枚しか来なかった。私なんかさ、あのパパがね、よく買ってくれるんだけど、生写真を。私とももなんか本当に出なくてTGC 北九州行ったんだけど、出てました、出てました。すごい、来てくれたんだ。それでありがとう。そうなんですよ、オープニングアクトでね、高嶺のなでしこ5分だけ出させていただいて、可愛くてごめんを歌わせてもらいました。カラコン、これは神って、ありがちょ。いつきおはよう。ジョンさんもおはよう。ブラボー、 Thank you。 エレメンツさん、レベオメ。じゃあクリスマスソングをやろうかな。クリスマスだからね、良いクリスマスを過ごしましょう。今年はクリスマスイベントの二次受付みたいなのが始まってるので、もう絶対当たってほしい。みんな来てほしい。ゆず太郎さん、ピンポン。しんちゃん、こっちはだめ。絶対来てほしい、クリスマスイベント。どこかで鐘が鳴って、優しくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、街のせいかな。会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる。いいよ、そんなこと自分でわかってるよ。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。できれば横に欲しくて、どこにもいて欲しくなくて、僕のことだけをずっと考えていて欲しい。でもこんなこと伝えたら過去悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。ナリポンさん、雪の結晶ありがとう。綺麗、雪の結晶好きなんですよ。オーディションの時ね、春宮立花って名前でやったんだけど、立花って雪の結晶って意味だ。はしゃぐ恋人たちは、トナカイの角なんか生やして、よく人前でできるな。
ありがとう。嬉しい。名前言ってもらえてるみたい。あの時君に出会ってただそれだけで、自分の知らなかった自分が次から次に会いたいと毎日思ってて、それを君知って欲しくて、すれ違う人混みに君を探している。こんな日は他の誰かと笑ってるかな。胸の奥の奥が苦しくなる。できれば横にいて欲しくて、どこにもいて欲しくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。やっぱりこんなこと伝えたら格好悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。聞こえるまで何度だって言うよ。君が好きだ。雪の結晶が六角形だから六の花でリッカ。そうなんですよ。そうそうそう。そう。もともと私 TikTok が雪の降る季節の頃にっていう名前でやってて、それも私がね、雪の降る季節の頃に生まれたからそういう名前をつけたので、それにちなんで雪の結晶を表すリッカって名前をオーディションの時につけたんですよ。そうだけど春が一番好きだから春も入れたくて名字に春を入れて名前を冬になってます。ハッシーさんおはようございます。リリちゃんの髪型好きってありがとう。おはよう。おはようリリちゃんって。おはよう。ももちゃさんおはよう。はるちゃんおはよう。おはよう。ゆず太郎さん仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ。頑張ってね。ブラボーありがとう。おはよう。どさんこさんおはよう。みぐろさんもおはよう。120日だって。毎日配信リッカタンって。せやでせやで。リッカタンやで。おはようの言い方めっちゃ好き。おはよう。癖だね。なんて言うんだろうみんな。おはよう。おはよう。おはよう。あれおはよう。おはよう。ちょっと待って、なんていうかわかんない。120日だって。なんか最近毎日やってる気がする。その言い方関西人っぽいかも。あ、マジ？おはよう。え、待って、なんて言うんだ本当は。おはよう。おはようね、スペイン、そうだよね。なんかさ、スペインってさ、なんか優勝したことあるみたいな聞いたことあるんだけど、本当？なんかこの前、ドイツじゃなくて、どこだっけ？忘れちゃった。前回戦ったところがね、ちょうど長野県に帰ってる時で、パパが見てて、次は多分負けるよ、みたいな。次はもう負けるから、もうダメかもしれない、みたいな話をしたんだよ。そう。
それが多分スペインだったよね。2010年に優勝。に日本今覚醒してるのかな。なんかブルーロックの力。やっぱそうだよね、制覇4回よって。そう、ちょうど前回が長野県に帰ってる時でね、ちょうどパパとワールドカップの話したんですよ。テストよりリリちゃん テスト大事だよ。テスト勉強しなきゃ。秀丸さん、おはよう。スペインめちゃめちゃ強い。やっぱそうだよね。すごっ。日本やっぱなんか強くなってってるんだ、だんだん。ドイツが敗退なの？ドイツ敗退なの？どうした？なんてこったって感じじゃない？すごっ。すごっ。すごっ。優勝候補じゃなかった？ドイツって。かな？そっか、なんか決勝リーグ進みますみたいなだったよね。ああ、すごすぎる。すごすぎるんだけど。すごいね。じゃあ私ね、マジサッカーのルールわからなさすぎて、まあ、とりあえずゴールに入れればいいかなぐらいのことしかわかんないんだけど。そう、だからあんまり詳しくないから、そう、あんま見てなかったんだけど。だからファンクラブ2時も諦めんなって話。そういうこと 諦めんなって話。あんまルールわかんなくてもおもろい。あ、マジ？そうなの？なんか相手のゴールに入れときゃいいのかなみたいな ことぐらい。俺もそんな分からん。あ、マジで？見てればよかった。全然見てなかったや。エイテイさん、おはよう。そうなの。なんていうの、食わず嫌いっていうか、水嫌いというか 嫌ってはないけど、なんかね、見なかった。ずっとスポーツ観戦あんましなくて。そうなの。野球とかもあんま見ない。なんか好きというか、まあ、見ろと言われれば見るけどみたいな。そうだ、あんまスポーツ観戦したことなくて。あれとかもあんま見ないの。オリンピックとか半分意識朦朧で寝ながら見てたら日本逆転して完全に目覚めたって。何時かな、どんな感じだったの、サッカー。スポーツ観戦したことないって。いや、スポーツ観戦私もしたことない。あ、でも野球ちょっと見たことあるかなぐらいだ。家族がサッカー盛り上がってて起きちゃったって。あ、そうなの。そうなんだよね、サッカー確かに。こうちゃん、おはよう。見せ場いつ来るか分かんない、確かに。J リーグも見ないの？ J リーグもね、見ないんだよ。そうなの。なんか結果だけ知るんだけど、毎回。そう、松本山がありますね。松本山が 松本山がある、長野県。みんな応援してください、ぜひ。いつきレベル目。前半はスペインリードで、後半で選手交代で流れ変わって逆転して勝ったって、すごー。なんかいい感じの勝ち方したね なんか最初から勝ってるのもいい感じの勝ち方だけどさ、その何、気持ちよさみたいなやっぱあるよね。ひろにゃん、いっちー、おはよう。メガネ似てて嬉しい。これ丸メガネ、メガネのハルリン、いい？前半0-1で、やっぱりからの後半怒涛の攻撃。結局何対何で勝ったの？何対何だったんだろう。まあ0、でもよく、すごいね。なんかスペインだって強いのにさ、スペイン強いのに。2対 1？ すごい。
そうだよね、だってさ2点入れたわけでしょ、すごすぎじゃない？あ、逆転勝ちで、すげえすげえシュートを打った方がいらっしゃったんだね。ああすごいですね。あ、今驚いてるよ今驚いてるよ。2対1か、すごい。サッカーってさ1点入れるのマジで大変じゃない？なんかまださ野球とかだと入れるの入れ、まあ、野球だったら、まあ、ホームラン打ってばすぐ入るけど、野球ってさこうヒットなんとかヒットみたいな、なんとかヒットみたいなあるからさ、北京中に次かえのそだって。いや私も見てなかったんだよ、見とけばよかったな。2点目ライン超えた、ビデオ判定でドキドキ。そうだったんだ。あー1点目のシュートがすごかったって、パシューンって。実質優勝でいいよ。でも優勝いってほしいよね。こうだけど優勝でももっと強いとこがあるんだろうな、きっと。世界ランキング7位、日本24位。あーやば、そんなとこに勝っちゃったの？大丈夫これからえ、でもスペインはまだ敗退ってわけじゃないの？まだ決まってない、まだ終わってない。2点目写真で見てほしい。 0.1 ミリぐらいライン上にボールあったからビデオ判定通ったすごっ。ちょっと待って調べてみるね。ワールドカップ、ワールドカップ2点目、あるかな LINE の画像。ワールドカップ、はい、スペインの、あ、スペインは2位で、あ、そうなんだ。あー、でもなんかあれやな、VAR だって。VAR。あ、これ？なんで？これ？確かに、いやでも入っててくれてよかった。ね、そうだよね。ビデオアシスタントレフェリーっていうのって、あ、ツイッターで調べた方がいい。確かにギリギリだったな今。VAR。あ、うわ、うわ。え、これギリギリすぎんこれほんとにちょっとだね。え、だってギリギリだよこれ、ほらすごくすごいすごいおもろいおもろい、これドキドキするわ。これ人によっては入ってないって言っちゃうよね。あらら、ねえすごすぎるよマジで。ねえそうだよね、ほんのちょっとだけかぶってんだよ、ほんとにちょっとだけね。なんかちょっとなのね、ほんとにすごすぎるんだけど。ね、諦めないで足伸ばしてくれたおかげだよね、ほんと。動画だと 100% 出てるように見えるって、やっぱそうなんだ。
いやでもすごいわ。まあ、確かに確かに出てないって言われれば出てないかも。ラインギリギリからの決勝アシストに足が長くてよかったってコメントしてるらしいよ 足が長くてよかった、本当に。さすが現代っ子ね。そうだよね、これがなきゃ。だって1点の分で、一旦1点分なわけでしょ、これが。すごーすごすぎるんだが。うわー、すごいですね。ヨーロッパチーム系には強いねって。ああね、次も勝てたらいいな。科学すげえってね、肉眼では多分アウトだったね、肉眼判定だったら。すごいわ。前田選手の頭で VAR 誤審したって説ってのが出回ってるらしくて。どういうこと？どういうこと？ どういうことですか？ あ、そういうこと？この頭を ボールじゃなくてってこと？ それはおもろいな。なわけなかろう ね、ちょっとでも次も油断せずに頑張ってほしいね。次は見ようかな、サッカー。ちょっと楽しみ。ここまで来ると次決勝、日本が決勝リーグというかに上がれるのなんてなかなかないんじゃない？なんか日本あんまサッカーで強いってイメージがあんまりないから。すごい。最近でもブルーロック流行ってるよね。アワテンボーのサンタクロースにしよう ヨッシーさんおはよう。決勝リーグで勝ったことない。あ、行ったことはあるけど勝ったことないってことか。あ、前回準優勝のクロアチア、なんか強いところとばかり戦ってるね。まあどこ、決勝リーグなんてどこも強いのか。次勝てば史上初のベスト8。ああ、うわー、次は勝ってほしいねー。ちょ、初めてってなんかすごくない？うわ、12年ぶり決勝トーナメント。あー、すごい。次も勝ってほしいな。次勝てば、ちょっとね、進んだことになるじゃん、日本のサッカー歴史が。じゃあ、慌てんぼうのサンタクロースで。楽しんで歌いましょう。みんなも一緒にどうですか？メリークリスマスって背景がすごい、クリスマス仕様だよ、みんな。「サンタクロース肩が」
のサンタクロースもう一度来るよと入りに行く。リストならさよならシャラララたまりんならして消えたシャラララシャラララシャラララ可愛いでしょこれ。仕様でちょっと買ってみました。結構でかいね。そうなの、結構でかい。どのぐらいのサイズ、このぐらいのサイズです。椅子に比べて椅子に比べてこのくらい、スマホに比べて、スマホに比べてこのくらいでかっでかっでかっ。これ iPhone SE なんでちっちゃいんだけど、椅子のサイズわからんってタミオさんおはよう。慌てんぼうのサンタクロースでした。自分が慌ててたね。雪だるま、ね、結構でかいねって。でかかったね、ま、iPhone SE がそもそも小さいからなんとも言えないんだけど、 iPhone SE はちなみにこのぐらいのサイズです。まあ、顔に比べて、まあ、顔に隠れないかなぐらいのサイズでございます。手のひらサイズ。50センチぐらいはあるね多分。50センチぐらいは。皆さんおはようございます。何に比べたらいいかな。生写真と比べたらどう。生写真と比べてどんくらい100均に売ってました。100均じゃないね、ダイソー。ちょっとじゃあ、ちょっと今間違えてダウンロードしちゃったんで。つかささんおはよう。可愛くてごめん、歌おうと思う。あ、そう、よく気づいたね。わたしがわたしのことを愛して何が悪いの、嫉妬でしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。気がさもうてぼっちだって幸せだもん。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざま。あなたはあなたのことだけどうぞ私に干渉しないでください。類は友を呼ぶと言うけど届きませんね、その陰口。思いやつどこぶち君のリュックで崩せない前髪くしでといてお出かけしよう。軽い女ふざけんな、重すぎるつーの。チュッ
可愛くてごめん、この時代来てごめん、ちょ目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん、ちょ可愛くてごめん、自分磨きしてごめん、ちょぶりっこでごめん、トリコにしちゃってごめん、ムカついちゃうでしょざま、趣味の違い変わり者とバカにされても、曲げたくない怖くもないあんたらごとき、自分の味方は自分でありたい、一番大切にしてあげたい、理不尽な我慢はさせたくない、それが私、ごめん、ちょあざとくてごめん、人生楽しんでごめん、ちょ可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、ちょ尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざま、可愛くてごめんでした。音符ありがとう、安田。ミフィも音符ありがとう。そして流れ星もありがとうね。西にゃん可愛いってありがとう。可愛くてごめんでした。可愛くてごめんね。みんなごめんね。本当に可愛くて、そう私本当に可愛くて本当にごめんなって思ってんだけど、本当ごめんね。本当に。マジでごめん超うざい、やだ。でもそういう歌だから、ムカついちゃうよねざまうさマジでごめん、マジでごめんね、ほんとにマジでごめん、本当にごめん、本当に、ああ、あー反省してほしいわそれな、ちょっとぐらい反省してほしいよね。それはザマーの言い方だ。え、でも歌詞が本当にザマー W ってつくんだよ。そうなの、知ってた？みんな、ムカついちゃうよねざまあ W ってつくのそうなんですよ、めっちゃ煽ってるから、これすんごい煽ってるから、そうなんですよ。実は可愛くてごめん言うてるからな、なかなか言えないで、可愛くてごめんね、私本当に可愛くてごめんねってなかなか言えないで何にしよっかな、すごい現代的な歌詞だ、確かに現代っぽいね。昔はなんかザマーって最近の言葉じゃない、だいぶ。じゃあちょっと週末ワーカーっていう、今日金曜日なんで、週末ワーカーというちょっとサラリーマンの曲を歌いたいと思います。チコウィズハニーワークスさんとチコさんと、リトルグリーンモンスターのカレンちゃんという方が一緒に歌っている曲です。カモン、Your style, 今日も
おばはくまくらさ、あもうフラストレーション限界だ。毎日のつまんないループにフルスイングかませ、ちょっとリセットさせてカウント、昼下がりのトゥーバッティングワン、録音してゼロ、はい OK、 狙いを定め一球入魂決めてやろうぜ、打ち返せめちゃくちゃに飛ばせ、オレンジに染まる空叫んでみたら、懐かしいナンバーが聞こえてきたよ、 Love your style Love your style、 背伸びしてお呼吸、お疲れ、ふう、やっと来ました、週末ぶたりだ、今日もまた怒られた、どういうこっちゃ、定時退社して集まりたいな、いつものメンバー、ちょっとリセットさせてカウント、スリーギー、お店を焼くと、はい OK、 ワン、ご注文はゼロ、パンケーキ今日も一日お疲れ様です、せーの乾杯、てなわけでたまった話聞いて、おしゃれしてデートして、夢みたいのに慰める声に、あ涙が出そう、次こそは挽回だ、ギャフンと言わせてやるのよ、お疲れ、ふお疲れ。サラリーマンの曲ね、この2曲がだけかな多分、サラリーマン、うん、カモン、ヘイ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 、 Love your style、ふう、みんなも今週も1週間お疲れ様です。今日1日ね頑張れば土日がやってくるので頑張ろうね。憧れた、夢に見た、理想の背中、なれるかな、ゴールまで遠いけれど、オレンジに染まる空叫んでみたら、懐かしいナンバーが聞こえてきた、して大きく深呼吸、お疲れ、ふう、オッケー、リセットできた、前回だ、週末という曲でした、ふう、ふう、元気が出るんだよねこの曲、大きく深呼吸、お疲れーって言ってる。はあ、パチパチー、ありがとう、たくさんのパチ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 、爽やかな朝歌、爽やかな朝歌、爽やかでしょ、パチパチありがとう、今日みんなも今日一日頑張りましょうね、素敵な一日にしてください。ハルリン水筒使うんだ今日は2リットルペットボトルじゃないんだね、ハルリンも水筒使うよ、で最近使い始めた、なんかペットボトル今までね乱用してたの、ペットボトルにお水汲んで、それ500ミリリットルのやつをね持ち歩いてたんだけど、それだとさすがに やれかなと思って、でそれをペットボトルをどうせ持ち歩くなら 500ml の普通の水筒でよくねって思って水筒買いました。2リットル水筒でしょ、2リットル水筒欲しいんだよ、なんかね通販とかで売ってたりするの、2リットルのこういうどでかい水筒が欲しいの、なんかおしゃれじゃん横道さん、ピンポン、最近あんまり2リットル見ない、昨日久々に見たって、そうだね、なんか最近そもそもここの画角での配信することが
あんまりなかったかも。ずっと長野だったりりちゃん家だったりしたから。最近2リットルスイート欲しいってサッカー少年おしゃれ、じゃあ探してみ、マジでおしゃれなのがあるんやって。ガチ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 でガチで、なんかシーンとかに売ってたりするんだけど、マジでおしゃれのがあるん、あるねん本当にね。2リットル水筒あるで。2リットル水筒、水筒ちょっと待って、あ、シーンで探しても出てこないよ。2リットル、あ、1リットルだ、1リットル、違う、2リットル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 水筒、あ、あったあったあった、こういうの、こういうのがあるの、こういうの、こういう、わかるかな、わかるかな、こういう、ちょっと見にくいけど、こういうね、なんかね、なんか、メモリがついてて、何時にどれだけ、どこまで飲めばいいかみたいなメモリがついてるの。そう。で、その時間通りに飲んでいくと健康ですよみたいな水筒があるんだよ。そう、それがね、欲しい欲しい、それが欲しいね、かわいいの。そうなの、あるんだよ。そうなのね、普通にかわいい水筒でしょ。ガチガチでも、多分今写真で見るからなんかこのくらいに見えるんだけど、多分実際こんくらいだから、実際マジででかいと思う。2リットルだからね。ね、かわいいでしょ、かわいいでしょ。そう、でもちゃんとメモリがねめっちゃついてて、なんかスタートモーニングとかなんかちゃんと書いてあるんだよね、メモリが。モーニング Yourself Trying とか、なんか何 PM みたいな書いてあったりするんだよ。メモリが見にくいけど、メモリが見にくいけど、9時とか10時、11時、12時、5時、7時みたいな感じで時間書いてあって、何時までにここまで飲みましょうみたいなのが目安でね、2リットル飲めるように書いてあるんですよ。で、可愛いけど街中で2リットル水筒持ってる女の子いたらめっちゃ笑うと思って確かに、ほんと相当でかいの、マジででかいと思う多分。じゃあマジで多分持ち歩くのめっちゃ大変だと思うよ。持ち歩いてる人はいるとは思うけど、でちゃんとね、なんかね、飲み口ついてんの、なんかわかる、なんかこのパカッて開けて飲む、ストロータイプだからパカッて開けて飲めるようになってんだけどなってんだけど、そうで、ストローを刺さなくても飲めるようになってるんだけど、絶対大変だと思う。これだって こんなんなりながら、うん、重たいって思いながら持ち歩くわけじゃん。でこれね、なんか色がちゃんとあってね、黒と紫があります黒と紫とピンクがありますね。めっちゃでかい、ピッチャーかよってくらいだそうです。めっちゃでかいって、そりゃそうだよ、2リットルだもん。でも一応かわいいだけど、めちゃくちゃでかいんだって。本当にめっちゃでかいらしい。でかっ、え、これとサイズ一緒だって。これわかる、この筋膜ローラー、これとサイズ一緒だってやばくない、でかっ、これとサイズ一緒だったよ。はぁ、あ、でかすぎ。あ、待って、めっちゃ水で濡れてる。ちょっと待って、今気づいたらすごいビミス満たしなんだけど。ああ、床が水満たしだ。ああ、今気づいた。え、すごい、床が水満たしになってる。湿気がすごいんかな、今。サイズ感全然可愛くない。すごい。ね、やばいね、めっちゃ。笑う無理ってね、すごい。こんなサイズやで。それどころじゃないね、今床が水浸しなんだか。
え？ビビった。ビビったよ今。すごい床濡れてると思ってさ。でなんかねここにねあのなんだっけ加湿器あるのこれこれがあってこれ今ねなんかずっとつけてたんだよずっとつけててこっち側にねあの世界中なんていうの世界中に向けてて空気この部屋の空気全体に向けて放ってたらそれでもダメだったみたい放ちすぎたのかな放ちすぎて床がびしょ濡れになっちゃったあ、加湿器そうそう加湿器加湿器やってたんだけど部屋中に向けて放ってたんだけどダメだったよあれれれれあれれまあいいよ後で拭くから後で拭くから大丈夫ビビった今なんか濡れてると思って全然気づかなかったぼちぼち仕事に行くねってありがとう西にょん頑張ってね今日も今日唯一週末は過ごしてねって西にょんもお仕事頑張ってねえなんか置いといた方がいいでもタオルねここにないのタオルあの別の部屋にあるからさそうなんですよタオル洗い物ぐらいしかないこの後洗い物するから洗い物ぐらいしか拭けるものがティッシュティッシュにするティッシュならあるけどでもティッシュだと大量に使うよね多分え別に水だしまあそうね水だしまあ配信終わり次第すぐ拭けばすごい加湿器の扱いにまだまだ慣れない春野であったつけすぎ要注意なのは分かっていつつもついつい加湿をしてしまうね、そうだよね早めに拭いた方がいいけどまあでも多分そんな何時間も放置するわけじゃないからまあ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 9時ぐらいに、ね、あもう9時だ9時ぐらいになったらやめようとか思ったら9時だったもうあっという間に時間がもう1時間経ったんだね早すぎてビビるもん加湿好きなの？え、加湿ね、なんかやっぱ喉に気使おうと思ってね、そうだよね、早めにちょっとそろそろ一回ラスト1曲歌って終わりにしたいと思いますラスト1曲のリクエストをじゃあみんなに任せる何がいいですか何がいいかな何がいいかなで、乾燥するし加湿器大事よねってなんか今日めっちゃ加湿に助けられたなって思ったのがもう全然なんかね加湿されててすごいいつも喉すごい乾燥しちゃうんだけど喉乾燥しちゃうんだけど今日なんかすごい喉乾燥しなくてあ加湿器の効果がってイデマルさんおはよう嘘コメント増し多めってまあ、たしかさん歌ってる間のコメントしちゃってるかも申し訳ないお坊さんピンポンぬこになりたいあぬこになりたいぬこになりたい美しく生きる歌えないのごめんねそうなの歌いたいよねそうみんなに早く届けたいだってファンミ来た人しかあれだファンミ来た人しか知らないじゃん黒髪さんよしこさんレベヨメおー決戦スピリットうわ悩むハニーワークスさんのふわふわってなんだパンサあパンサちゃっかり嬉しいあねそうそうそうなんだけどさそうなんだけどさなかなかでどうなんだろうって思うなんかいいのか悪いのかちょっといまいちわからないどうしよっかな悩む決戦スピリットパンサと悩むなハニワさんの曲がいいかなやっぱりパンサも最近歌ってない決戦スピリットも最近歌ってないねじゃあそこの2曲にしよっか決戦スピリットとパンサの2曲をじゃあチコさんの方からいこう
テンスピリットという曲を。遠征とかしないの？遠征はでもするときはしてました。最近ないけど。トレーシャー、それがどうした、神様の助けはいらない、エゴイスト、それがどうした、勘違いに理由などない、挑まずにはいられない、影さえも振り切ってけ、現状の限界乗り越えろ、チャンス、全力をかけた、怯えることない、確信へ変われ、高く高く高く舞い上がれ、味わった敗北の傷は涙やって、花を咲かせる、諦めろと笑えばいいさ、そんな言葉僕は知らない、ゲッセンスピリットすごいかっこいいよね。背負うもの、それも楽しめ、道場に付き合う気はない、リアリスト、勝手にしろよ、番狂わせ、壊してしまえ、このまま燃え尽きたって、恥じることない生き様、感情の高鳴り力に変えてけ、勇敢な心、全身あるのみ、満身創痍で、あがけあがけあがけ、掴み取れ、ぶつかって、こけて渡って、膝の傷、勲章になる、息が合ってろ、馬鹿にされても勝利掲げ、僕は生きたい、あが背中押す、宿れ青い炎、時代を作れ粉塵、頂上へ誘う道、あー勝利さん超えてる、挑まずにはいられない、最強の最前線、戦場の金庫をぶち壊せ、レディゴー、逆境の嵐、恐るるに足らず、喝采を浴びて、強く強く強く、記憶あれ、味わった敗北の傷は涙やって、花を咲かせる、諦めろと笑えばいいさ、そんな言葉僕は知らない、息があってろ、馬鹿にされても勝利掲げ、僕は生きたい、敗北を知り、花は咲く、不可能と笑えばいいさ、そんな言葉僕を知らない。ゲッセンスピリットという曲でした。そしてじゃあラストに皆さんもご存知の最後に一曲歌って今日は終わりにしたいと思います。それではラストに一曲聴いていってください。ファンさん
好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすね気のせいじゃない目は合ってるよハートつくって恋しちゃってくださいやれること何でもします NG なしで体当たり挑戦エゴサで見つけたアンチの米ふざけんな誰よりわかってるしでも大丈夫ここに立てばみんながいる行くよ好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった投げキスで虜にするもっと夢を見せるもっと楽しんでって愛のこもったスペシャルナイト感謝しちゃうぞお手紙も書いてください何度も読んで宝物にしますスキャンダルまだ早いけど裏切りません宣言しときますちっと嫌がらせには負けないふざけんな実力で勝ってやるだからやめない負けず嫌い私はいる行くよ拳上げてもっと汗をかいてもっと恩返しは愛のこもったモナビームで大歓声もっとまだまだねもっと受け止めてね愛のこもったわがままソング感謝しちゃうぞはぁ、あ、終わりが近づく寂しいね楽しいのに泣きそうだよ次も次もまた会えるよね優しさに溢れている言葉も心ない誰かの言葉さえも必要なんだ必要なんだ強くなろう好きに叫べもっと楽しんじゃえもっと忘れないで特別な日になりますように共に歌おうずっと共に歩もうずっと愛飛び切りの LOVE 好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすね虜にするもっと夢を見せるもっと楽しんでって愛のこもったスペシャルナイト感謝しちゃうぞが見投げてくれた It's okay, I love you, you too Thank you ありがとうそしてシュウさん流れ星ヤスドン音符ケンチョコさん I love you, you too ありがとうショーリーさんショーリーさんペンライトありがとうございます約束そう約束約束そうなんですよ一番いいとこだよねすごいなんかさありがたいことにね私の歌割りってすごいみんなの印象に残るような場所をいただくことが多くて
すごい嬉しいです。はるくんパパさん、エレメンツさん、レベオメ、ね、一番の 見どころだよね。本当にすごいとこいただいたと思って、いやー本当にね、本当にね、すごいよね。約束、約束だけじゃないの、他の曲もいろいろこう、なんていうの、すごい重要なね場面いただいているんですよ。実は歌割り的にはそんなに多くはないんだけど、そう、でもすごいね重要な場所を歌わせていただくことが多くて。勝利さん、レベヨメ、他の曲も割といいとこ多いってね。そうなの、楽しめそうもいいよねって。そうだね、楽しめそうもいいね。そうなの、そうなんですよ、こういうルームの雰囲気っていいですよねって。いや嬉しい、そう、楽しめそうもいいよね、楽しめそう、チャラン、今日も乙女たちはちなみにでも私はねさあちゃんと真逆で、そう、さあちゃんよく C メロ、じゃな、間違えた、 D メロとか落ちサビとか任されることが多いんだけど、私はね一切 D メロとか任されたことがなくて、初めて美しく生きろで初めて D メロを任されました。そう、初めてね、そう、静かになるところを D メロで任されたので、そこを注目してほしい。すごいよ、あの相棒叫ぶっていうんだけどあーっていうの、相棒ってなんかなんていうの、エッジボイスみたいななってます。ね、さあちゃんの声ね、静かなとこですごいと思う。 A メロ B メロ以外に D メロなんてものがあるのか。そうなんですよ、まあ大体の歌の構成的に A メロ B メロサビで、また2番の A メロ B メロサビで D メロラスサビみたいな来る感じの構成があって、大体、まあ、違うのもあるんだけど、大体まあそう、そうなんですよ、 D メロは大体まあ静かになったりとか、あの A メロ B メロと全く別のメロディーになることが多いですね。ね、思ってくれてるんだねってね、答えなきゃ。そうなの、失敗はできません。なのちゃんおはよう。そうね、2番の、そうなんだよ、真ん中でね、女の子は強い、あ、そうか、ハルリンパートまでやってなかった。あの美しく生きろね、2番も、2番もあのサビの真ん中部分ソロパートをね任せていただいてて、そう、音強みたいな感じで、そう、音強も2番の真ん中部分にね私のサビパートがあるんですけど、美しく生きろも2番のサビパートにあるんですよ。僕はなりたいって私が歌います、2番の。そうなんですよ、そうだね、バンドやってたからなんかいろいろ任されてるのかも、声がね。そう、バンドやってたから、バンドってさ、結構多分有名な方々のバンドは結構声を重点に置くことが多いんだけど、あの高校生バンドって声よりもなんか、なんていうの、なんかすごい声よりもなんていうの、音の大きさに重点を置いちゃうから、すごい大きくなってくの音が。でもマイクの上限って限度があるから、自分の声を上げるしかなくて、めっちゃ叫んでました。声の通りいいよねって、嬉しい。でももうちょっとね、こう抑えて歌い方とかができないので、私あの C メロとか、あ、C メロじゃない、じゃ、落ちサビとか揺れちゃうんですよ声が。逆に声量を出せる声がじゃないと震えちゃうの声が。そうなんですよ、だからそれがちょっと今の課題かな。ちょっとまだ
落ちサビを任せられるほど声が安定してなくて、そうなんだよね、そうなの、そうなの、音量がね出ちゃうんだよね高校生バンドって。声量が勝負なのかって。そうなんです。仕事戻りまして、ありがとう。ハトブルーさん、また来てください。ぜひお話ししましょう。汗水流して必死にかき鳴らすのが高校生バンド。そうなんだよね、そうなんですよ。実はララパパさん、こっちはダメ、こっちはダメ、お先に失礼します。ありがとう、またまた来てね。動画撮るとボーカル全然聞こえないとかあるよね。そうなんだよ。てか歌ってる時でさえも自分の声全然聞こえないみたいな、あるあるです。あるあるなので、それの影響もあり、あと舞台立たせていただいてたこともあり、舞台ってこう基本あのマイクつけたりするんだけど、マイクなしでも舞台の一番端っこまで届くぐらいの声量で喋るので、そうだから大きい声出すことにはすごい慣れてたんだけどね。そうなんだよね。そうなんだよね。でも小さい声出すことに慣れてなくて、小さいともごもごしちゃうし揺れちゃうし、あんまり小さい声が小さいと届かない私の声は。ただね、実際今ここのカメラに向かって喋るというか配信とかは結構大きな声出すんだけど、実際喋るとめっちゃちっちゃいの私の声。なんかね、友達とかと喋るときってついついもごもごしちゃって。そうなんだよ。ミュージカルとか向いてそうだよねって。ミュージカル、そうやってたの。そうなんですよ。やってたといっても、まあ市民が出れる、一般の方も出れるミュージカルなので、そんな大したものじゃないんだけど、ミュージカルやってました。そうだからっていうのもあって声量が出てしまう。逆に小さくできないんだよ。そうなの。小さくしたくてもね、小さくできなくて、そこが悩みです最近の。だから最近カラオケ行った時は声を張らずに表現することに意識を向けてます。ただね、こうやっぱ難しいよね。アイドルとかだとさ、そのワンフレーズじゃない、歌うのって。続けて A メロ全部とかじゃないから、それがそこの一瞬に全部をかけなきゃいけないっていうのが結構大変だったりします。どう表現するかって、そこにどう私の表現を入れ込むかとかね。そう、女の子は強いっていう、このたった何数文字の間に。あかりちゃん YouTube 見てる。すごい、すごい。でも点差がちょっとあれだけど、でもすごいね。なんかあかりちゃんなんか夢って気づくんでしょってインスタで言ってた。なんか小さい頃からここは夢だってわかるんですって言ってて、いいなって思う。ここが夢だってわかるとなんか飛べたりするらしいですよ。なんか自分の好きなことができるみたいな、夢の中でね。とかなんかさ、夢の中だと思った以上に走れなかったりとかさ、するじゃん。だけど夢って分かると走れるらしい。あ、姫ちゃんも分かるの、夢だって。そうなんだ、コツ教えてもらおうかな。分かりたいんだけどね、私も。なんか別になんか分かってないわけじゃないと思うんだけど、夢だって。だけどね、その夢、あ、これは夢だっていう考えられる脳みそがない。わかるかな。なんかで、そもそもそんなにそう意識が働いてないのかな、寝てるから。でもなんかね、夢だって、でも私一回だけ夢だって分かった時があったかも。一回だけなんかね、
うまくいかない夢があった時に、うまくこれは夢だからもう一回なんか考え、もう一回考え直したら考え、何、もう別のルートで考えれるんじゃないかっていうなんか夢をもう一回やり直せるんじゃないかっていう発想に至って、そう夢の中でね、夢の中ですごい納得いかなくて、夢が嫌だ、嫌な夢だったんですよ。終わり方がね、すごい なんかの勝負に負けるとか、なんかそういう納得いかない終わり方をして、あ、じゃあこれは夢だからもう一回考え直したら今度は勝てるかもしれないみたいなそう思って、もう一回考え直してもう一回自分の思い通りの夢に変えました。ね、すっごいたまにあるよねそういうの。目玉焼きさんおはようございます。おはようございます。そうなんですよ、マルリンは現実でもこれは夢って言ってそうね、本当にこれは夢って思ってなくても言ってそう。私も確かに面積無だ。あ、そう面積無いいよね。一時期すごい調べたもん。夢から覚めても時間空けずにすぐ寝たら夢の続き見れる時ある。え、あるある、え、めっちゃある。なんか夢から覚めてもなんか夢もう一回見たいなと思ってもう一回寝ると続き見れるそんなあるあるだよね。終わりまで見たくなっちゃう。シューさんレベおめ、夢占いよくするタイプ。あ、それもわかるかも。今日どんな夢見たからこんな意味だって、ね、調べる。私も丸々する夢って調べると出てくるよね、夢占いって正夢見たことある？いや、あるけど、なんかそれが夢の中で見た話なのか、どっか普通に現実に起きた物語がたまたま似てたのかが分からなくて、そう、いまいちわからない。たまたま正夢なんか見たことあるなっていう風景ってめっちゃあるわけ。なんか、あ、この景色というかこの状態どっかで見たことあるわみたいなのもあるんだけど、それが夢の中で見たのか昔似た場所にいただけなのかがいまいちわからない。幼いから見たい夢見れてたなんて、それもすごいね。え、どさんこさん大変やん。それはこの人と会ったことがある気がするとかもたまにある。すごい、あ、夢の中で会ったかもなみたいな、ね、たまにあるんだけどね。毎回の夢を制御できないたまに夢の制御できるけど、てかもうずっと話してた、30分ぐらい話しちゃった。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。見に来てくださった皆さんありがとうございました。夢の話はこの辺でやめてお嫁に寝しましょう。そろそろ切り上げて、今日はね一日お休みなので、じゃあ最後にスクショタイム321場所取れた ありがとう。それではまたお話ししましょう。では さらばじゃ、バイバイ、またね。ありがとうございました。今日金曜日だからね、頑張りましょう。ありがとうございました。さらばじゃ、ありがとうみんな。